ミルクサッカーアカデミーのメンバーでございます。ノーミルク佐藤でございます。通信簿シリーズ2020各種データから2020シーズンを振り返るコーナーでございます。今回はセレッソ大阪 U23 でございます。どん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 でございますということでね、残念ながらラストイヤーということになってしまいましたけれども、ありがとう U23 チーム、はい、ありがとうございました。振り返ってまいりましょうということでね、そうですね、はい、まあ、J3 最終年は18チーム中18位という成績ではありましたが、うん、やっぱそういうところではないですからね、はい、U23 チームというのは、はい、もちろん勝敗もいろいろあるかもしれないけど、そこからどうこう成長したかだと思うので、はい、そこのね、奇跡を見ていきたいなと思います。はい。お願いいたします。まずはこちらでございます。ドン出ました。はい。うん、まずはチーム MVP としては松本凪選手。はい、ボールダッシュ王にもなってますが、うん、彼も長いことこのね、U23 チームでもやってきて、はい。で、もともともそのね、中学年代ぐらいからずっとその守備の男なんていう立場もあったかなと思うんですが、うんうん、U23 の中でもこう、毎年毎年出ながら出ながら、だん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 オフェンシブなところもできるようになってきて、はい、最後のペナルティーエリアにも入れるようになってきて、今年もね、得点3、うん、アシスト3と、ボランチのところからここまでできるようになったっていうのは、だいぶ成長だったのかなと思います。そうですね。はい。来年は栃木でしたっけ？確か。そうなんですね。うん。うん、楽しみですね。はい。はい。うん、そして今度は U、本当ならね、ここ他の通信簿シリーズの U23 の MVP なんですが、はい、元々のチーム自体が U23 なので、ここが U18MVP と、はい、そうなんです。はい、大橋康太選手ディフェンダーですね、なります。うんうん、高校2年です。高校2年生でございますね。今年 U23 のセンターバック務めてきた男が、うん、来年は U18 チームのスタメンになるわけなので。はいはいはい。対戦する高校の方々大変ですよね。うん、J3 であんなにやってきたやつと俺対戦するのみたいな。そうですね。はい。大橋、西村らいろいろね、出ましたね、ここはね、というところでございます。はい。そしてディフェンスとしては西尾選手。うん、もう余裕まで出てきたら J3 ももはやトップレベルのディフェンダーになりました。はい。彼もね、松本西尾といえば、もうずっと本当にね、一つ上の00世代の代表ともずっと一緒にやってきたようなメンバーでもありますけれども、うんうん、来年ついにチームそれぞれ分かれてね、西尾選手はセレッソにそのまま残ってまた活躍していくこととなります、はい、そしてミルワカ賞としては僕はこの人に挙げたいなと、新保選手、はい、来年は J2 レロファ山口、そうですね、親子対決、ね、開幕からね、うん、ありますけれども山川のね、田中山選手と、はい、ただちょっと僕彼に一個期待してるのというか、うん、一個魅力的なものがあって、はい、セットプレーの立ち姿がすごく綺麗なんです。はあ、いますよね、そういう選手ってね。なんかそういうのが美しいっていうね。そうなんです。うんうんうん、人によっては、結構ほら、ロベルト・カルロスさんのように、はい、めちゃくちゃ助走を取るような人とかいるけど、はい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 。うん、彼はそんなにこう助走を取らないんですよ、シーブ選手は、うんうん。だからモデル立ちというようなところからさっとこう蹴ってくるので、素敵。かっこいいなーって前から思わされるし。はあ、はあ、ね、なるほどね。ご注目ください。うん、そして得点は藤尾選手、アシストは松本選手、木田選手でございました。はい。続いてニュースを見ていきましょう。はい、こんなことがありました。ドン。はい。はい。うん、まずなんですが、これもみんな、さすがにね、セレッソのサポーターの方知ってると思いますが、はい、ちょっと、ガンバともちょっと違うのが、はい。20歳以上の方々がほぼ移籍しちゃったのもあって、うん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 、半ばセレッソ大阪 U19 な1年だったんですよね。なるほどね。うん。なので18って成績も、やっぱほとんどが高卒1年目とか高校生でやってきたんだから、うん、そりゃそうじゃないってのはあるかもしれませんね。はい、その分非常に経験が積み重ねられたってことですよね。うん。はい。そしてあとはこの J3 で今年輝いた藤尾選手が、そのままね、J1 へと駆け上がってって、そのスターダム勢いそのままに J1 初得点なんていうのもありましたね。はいはい、うん、でただそんなね、藤尾選手も上に上がったりだとかする中で、実は4節岐阜戦の勝利の後、はい、16節富山戦まで、なんと2ヶ月間、勝利に見放されてしまうなんて期間もありました。はいはいはい、はい。ね、でその間丸山監督に変わったりだとか、うん、でその時に、ね、出番つかんだ U18 の所属の面々と、無事勝利を、ね、輝いて、それであとはその未来へと、まあ、来年以降も突っ走っていくこととなります、うん、はい、でガンバも U23 そうだったんですが、セレッソのメンバーもいわゆる予見能力、うん、いわゆるインターセプトとかっていう能力がだいぶ向上しております、うん、その、ね、いわゆるサッカー IQ が上がったところを、まあ、来年以降も各メンバーの方にはこうね、来年以降もこの部分を輝かせていってほしいなと。なるほど。これでございます。なるほど。はい。
セレッソだとすごかったのは、うん、フォームとアウェイでの成績の差ってことがあんまりあれあるなかったんですよね、これがすごくて、あとはボール出しがやっぱりすごかったなってのはあるんですが、あとは枠内率とかだったのかなっていうところですね、うん、これ戦い方っていうか安定感は何がもたらしてたんですよね。ここはね結構玉際だなって僕は思います。ガンバとか他の G3 クラブにもよりも確かに攻められてる回数はめちゃくちゃ多いんですよ。はいはい。攻められててもなんなら顔面だって構わないぐらいな感じ。へえ。相手にボールなんて渡しちゃダメなんだっていう。ちょっとドラえもんの映画のような感じで。のび太がジャイアンに食らいついていくとこでしょ。そう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 。嘘そ、8OO の回でしょ、それね。そう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 。そんな感じはめちゃくちゃあります。これはやっぱりこう守備を頑張っていこうっていう、こうトップチームからのこの流れなんですか。もうあるんじゃないですかね。やっぱり前目な選手って今でも、例えば西川選手とかいますけど、はい、やっぱりちょっとこう教えられない部分ってあるじゃないですか。ああ、天才選手の部分。に関してはっていうか、空間認識みたいなね。そうなんです。はいはいはい、ただ、ディフェンスのところってたまにはどれだけこう競っていくかとか、うん、そこがどうつなぐかってこと、多分教えられる部分なのかなって、ある程度のレベルまで。組織のものですもんね。そうなんです、はいはい。そこはあったのかと思うし、そういうのがあったからこそ、そういう、そういう、やっぱ、こうなんて言うんですか、はい、ハートの部分はもともとあるからこそ、あとはテクニックだってので、はいはいはい、2021年から風間八宏技術委員としてで、タクティカル能力を増やしていこうとしてるのかなと思います。また違った、ところを上げていこうってことです。これ、だから最後に出てくる、ね、レーダーチャート楽しみですね。またこの間のガンバ大阪 U23 もね、尖ったレーダーチャート見せましたけど、また違った。そうですね。違うんです、ね。これがそれらしさのことだったのかとね、原因だったのかというのこの間も思いましたけど、楽しみでございます。はい。はい。では続いて、月別の成績推移を見ていきましょう。こちらですよ。はい、出ました。はい。はい、まあ、表のところね、水色になってるのは、まあ、といったところではあるんですが、はい、うん、まあ、それはね、先ほどから言う通りに、めちゃくちゃ若いメンバーで言ってるんで、はい、まあ、多少はしょうがないのかなとは、これは思いますと。うんうんうん、ただ、その代わりは唯一言えるのが、はい、失点よりディフェンスの方は水色が少なくて、うん、得点の方が水色多いので、うん、やっぱり前線のそのつなぎとか、そのパスワーク、タクティクスのところは、これから成長させていくべき部分なのかなと思うし、はい、ディフェンスのところは攻められる機会も多かったけど、でも、やっぱ水色ついてないっていうのも含めて、うん、まあ、ある程度こう戦えた部分は、うちの方々の方があるのかなっていうのも、思う部分ではあったりします。なるほどね。いう感じでございました。はい、はい。じゃ続いて今度は出場成績も見ていきましょう。はい、こちらです。はい、一目瞭然。おー、はい、なるほど。おー。左側がね、選手になっております。そこから出場の割合、スタメンとサブの数。右側は水色のところがスタメンで出ましたよ。黄色が途中出場で長く出ましたよ。ピンクが短めの出場機会でしたよ。というところになっております。ボランチ陣が頑張りましたね。本当にここはそうですね。間違いない。出てますね。はい。ただ全体見てみると、例えば上の方が分かりやすくて、はい、沢上選手は途中で今治行っちゃって、ああそうだね、山内選手も途中で移籍山形とか行っちゃって、はいはい、でピアスさん、タワンさんは元からそんなに出るタイプの選手ではないので、うん、途中出場でしたから、うんうんうん、でそれでいて藤尾選手も J1 行っちゃいましたから、途中ね、うんうん。フォワード誰もいないじゃんって時期ありましたからね。確かによく生き残ったなと、すごく思います。うん、そうですね、うん。そんな中でね、もう朝が言うように、やっぱり、西本、島村、木田、松本、岡沢、このあたりがどれだけ出てたのかって話ですから。はい、はい。いや、ここはね、本当大きかったですよね。うん。途中からね、例えばセンターバック、大橋選手とか西村選手とかもそうですけど、はい。柔軟節とかからね、いわゆる監督交代も含めた上で、で、うん、誰かのね、他の選手の移籍も含めた上で出番がやってきて、で、彼らがあとは、後半以降は、後ろをね、守ってくれていたってところがあったのかなと、すごく思いますね。もう高校1年生すら出てましたからね、北野選手とか。すごいチームだなと感じますけど、小川選手とかね。はい、まあ、そんなね、エース上成績でございましたと。ございました。はい。はい、では、続いて、レーダーチャート見ていきましょう。はい、こちらでございます。ドンということで、なるほど、うん、おー、守備ですね。はい。これはやっぱ。良くなってる守備が。ね、色が出てきますよね。はい、こちらまずは、このね、レーダーチャートの見方からいきたいと思います。
真ん中の白い部分、こちらが偏差値50平均の部分です。はい。で、紺が2018、赤が2019、うん、そして黄色が2020のグラフとなっています、うん。3年比較のデータということですね。はい、はい、そして右上がオフェンスのトータルアクション、シュートとかアタッキングスタート、侵入とかそんな感じのものになっています、うん、はいはい、右下がディフェンスのトータルアクション、うん、非攻撃回数とか非シュート回数とかそんな感じのものになっていますね、はい、うん、でここが、ちょっとね、あ、そうですね、はい、されてない度でございますから、これはね、はい、膨らんでるほどいいよって、非シュート打たれてないよっていう方がこう黄色が大きくなるということでございます、はい、ございます、はい、そして左下がディフェンスのここの数値、インターセプトとかタックルとかですね、はい、うん、左上がオフェンスのここの数値、パスとかドリブルとかになっておりますと、うん、こう見てみると、うん、だいぶ変わりましたね、この3年間そうですね、全然こう形が違ってきてますね、3年で。そうですね、はいはい、ただこれはちょっと面白いものなのかなとは思っていて、やっぱま、トップチームで考えても2019-2020 はこう、まあ、ロティーナ体制ってこともありますが、はいはいはい、やっぱりもともとね、この U23 チームに経験のあるようなメンツが多かったのもあるから、うん、全体的にね、特に上の、まあ、表組としても、このグラフとしても、どんと突き抜けてるものもあったかなと思いますけど、はい、その方々が大体去年ぐらいからみんなね、トップチーム行ったり、いろんなチームにこう抜けて以降は、うん、もう高卒1年目とか、高校3年生とかでも構成してきたチームなのかなというところ。徐々にその中で一番分かりやすいのは左下のインターセプトかなと思っていて、はい、2018-2019、2019-2020とだんだんこのインターセプトが増えてるんです、うん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 、それだけディフェンスでどう刈り取ったらいけるのかとか、相手のオフェンスはこういう風にしてくれるもんだからこんな風に奪いに行くんだよとか、はい、そういうね、ディフェンスの再現性を増やしてきたチームなのかなとは思うし、なるほどね、うん、はい、あとオフェンスのメンバー今年なんかもそうですが、トップチームちょっと外から取ってくる傾向も最近あったと、例えば 山形から坂本選手取ってきたりだとか、あとこの冬の移籍市場でも金沢から加藤選手がやってきたりだとか、はい、あとはね、韓国からアダム・タガード選手がやってきたりだとかしてますから、うんうんうん、なかなか前目の選手こうね、U18 からこうトップ昇格っていうのがちょっと難しくなってきてる中で、そう、ね、はい、後ろをこう育てていきたいっていう流れはあったのかなと、こう見るとはありますよね、うん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 、確かにこのグラフでもやっぱ2018-2019に比べて攻撃めちゃくちゃされる回数が増えたからこそ、クリア数とかも確かに増えちゃいるんですが、うん、でもね、それでこうたくさん食らってクリアもできないぐらいにこうやられていたら、うん、結局ね、もっと失点重んでいた可能性も高いですが、はい、平均超えるぐらいにクリア数のやっぱね、精度もそれこそ率も高かったっていうのがありますから、うん、やっぱここは後ろのバック陣どれだけこう成長してきたのかってことが分かるグラフにはなってるのかなと思います。うんうんうん、ただ、まあ言えばやっぱオフェンス面ですよね。うん、そうね、オフェンス面だけはちょっと足りなかったのかなと思いますが、はい、ここが、まあ、上がるようになったらなんてことも言いたいところだけど、来年はね、うん、もうこのチームはないので、そうなんですよね、残念ですけどもね、はい、うん、はい、U18 の方でみんなにね、うん、風間さんの元というか、風間さんプロデュースの元でどれだけ成長していくのかも含めて楽しみに見ていければ、なんかそこのレーダーチャートとかいろんな推移とかもちょっと見たいですよね。いやー、そうですね、あ、新たにね、育成から作っていくってことですもんね、うん、そうですね、はい、そのプロジェクトちょっとね、気になりますね。なんかセレッソからもいろんなこう報告とかあったら嬉しいですよね、うん、今までに比べてこうなりましたみたいな、ね、うん、そうですね、見たいなと思います。はい、ありがとうございました。そしてこちらでございます、最後にお知らせ、 J リーグ全スタジアムは前になる日を目指して我々はね、勝手にやっておりますということでございますので、こちらも J1 から J3 まで全チーム、うん、通信簿シリーズ先生がね、やってくれてるということなんです。やっております。はい、そして、ね、今年はね、大きくいろいろ変わっていきます。はい。そうです。ミルトトクとかね、はい、皆さんと一緒にやっていくようなコンテンツだとか、あとは選手の方とかに出てきていただいて、うん、いろんなことをお話しいただければなと思っておりますし、うん、その他にも、まあ、いろんなインフルエンサーの方とか、なんかね、いろんなところ、スポンサーの方とか含めていろんなコラボレーションをやっていきたいと思いますから、はい、ぜひぜひ皆さん、ご連絡ください。お願いします。はい。そしてトークライブなんかもね、奥座敷トークライブメンバーシップコンテンツとしてやっております。そしてね、リアルライブもね、早くやりたいなーなんていうふうに思ってる、ね、我々、ミルクサッカーアカデミーミルアカでございます。ぜひね、応援していただきたいと思います。明日もやります。毎日やってますんでね、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひ今、お願いしますね。お願いします。はい。それではまた明日お会いしましょう。井上真でした。どうもミルク佐藤でした。そして皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。では、どうも。